妖精レディオ、愛媛のとんかつ専門店カツレツ亭のお話をしていきます。カツレツ亭は愛媛県の県都松山市にあるとんかつの専門店となっています。旅に来て久々ぶりにうまきもの、心満ちたる松山の町と銘打ってとんかつを提供してくれています。愛媛の甘とろ豚をはじめ麦豚などを提供してくれています。ボリュームのある新鮮な豚肉を使いカツを揚げてくれています。ヒレやロース、そしてその他フライ物など多数の多彩な揚げ物を用意してくれ、とんかつの味を楽しむことができます。また串カツもあり、串カツも玉ねぎの甘さと豚肉の味を楽しむことができます。甘口と辛口のソースがあり、松山ともあり甘口のソースがよく合います。ご飯は白ご飯か麦ご飯かを選択することができます。また白ご飯とキャベツに関してはおかわりが自由となっています。ボリュームのある豚肉を堪能することができます。衣もサクサクといただくことができます。一品メニューなども充実しています。ポテトフライやコロッケなども用意してくれます。ミンチカツなどもあります。またジュースもアフターのドリンクなどでサービスがあります。お味噌汁もしじみ汁となり、風味高いお味噌汁を楽しむことができます。またお漬物も2種類用意してくれ、大根漬けまたは白菜漬けなどをいただくことができます。季節などにより用意してくれているものは違うので、行った際に確認してください。松山で美味しいもの、大街道の中や石手の方、そして出会いなどで食べることができます。また新居浜市にもカツレツ亭があります。至るところでとんかつを楽しむことができます。カツレツ亭は愛媛の美味しい豚肉、そして新鮮な野菜、ご飯などを楽しむことができます。ご拝聴ありがとうございました。